第22週「豚とニガナは海を越えて」でしたが「ニガナ」出てきたけど集タイトルになるような存在でしたか全く意味がわからないそしておそらく大勢の人がツッコミを入れたくなったでしょうちむどんどんに入ってきた清江さん休業中の店に豚のマークの袋を持ってなぜ入ってきたのでしょうか 豚の方からやってくるなんてそんなことあるおそらくちむどんどんにたどり着くまでにいろいろあったのでしょう月曜日には納得のできる説明があるものと思いたいです試食会に多様なメニューが出てきたけど原価率を下げる工夫はしてなさそうですねそれよりも以前の定食メニューよりも手間もかかってそうですねそして これは言っていいのかわからないけど、沖縄料理店で何度か沖縄そばを食べたことはありますが、どこも美味しくなかったです。だから、沖縄そばがアップにされても美味しそうに見えないのよね。やっぱり、好き嫌いが分かれると思うの。本場の沖縄料理の良さを出そうとすれば、なおさら好き嫌いが分かれるんじゃないかなだから。 東京の人が食べやすいように工夫した信子の考えは間違ってはなかったと思うのただドラマ上そういう流れにしたいのだろうなって私は思ってしまうのですそばの豚が変わったら店が繁盛するものでしょうかもっといろんなところを変えなきゃと思うのおいしいからだけじゃ客足は戻ってこないんじゃないかなやっぱり 和彦より矢作さんの方がお似合いに見えるそして病弱の設定の歌子が東京に来て元気すぎるのが不安でしかない。